え、うざこれ。初めて知った。え、動くわ。ほんまや。だからブレんねや。え、みんな知ってたんこれ。こんなん知らんかった俺。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。すげえ、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 すげえ。やばい、やばい。こんなにあれなん？こんなに。すげえ、マークすごい。4行こう、じゃあ。次。公開訓練です。え、公開訓練？今から公開訓練です、音符さんが。感度合わせます。感度合わせる。さらに音符さんが強くなっちゃいます、これで。俺あんまり人に感度見したことないねんけどな。デフォなんでいいでしょ。うん、ほぼデフォやで。スパチャ感度500。何やねんスパチャ感度って。7万やん。で今指サックはしてて、うん、親指指サックしてる。ジャイロは入れてないですよ。入れてない。いつもグリップって何使ってます？みんながアングルがいいよなって言ってるから、ああやっぱアングルよなって言ってるけど、どのグリップが何がいいか全然分からへん。けど基本的にアングルでいいと思います。そこの一番左足跡マーク、一番左でいいです。そこを打ってもらいましょう。こうしゃがみでいいですよ。基本的にしゃがみ打ちすると思って、うん、10発ずつぐらいで刻んで打ってもらっていいですか？あ、はい、できるだけでいいです。基本的にじゃあ頭狙いましょうか。頭、はい。当たれへんねんけど。ちなみにフィルムってしてます？フィルムしてる。ガラスじゃない、めっちゃ薄い感じのペタッてつけるタイプ。はいはいはい。ドット 30% でいきます。 30%。 あ、ごめん、29でいきましょう。29。カメラ感度と下のスコープモードも一緒にしてもらって。29、はい、これでいい。全然当たる。まだ下げれそうな気がする。 25% で、25%、ね、で下も 25%、ね、こんな下げるんや、ね。コイル抑えれないなら、弾が浮き上がっていく感じならちょっと下げすぎですけど、頑張って抑えれるなら抑えれる。あ、けど、あ、滑る感じ。うん、結構なんかフィルムが多分ツルツルする。このそう、フィルムと指サックの材質とかもある。多分僕より多分滑ってるんで、もうちょい下げてもいいかも。そうですね、22でいきましょう。22。抑えりきれなかった。たまにね、3ヶ月ぐらい洗って使ってるかなんかして、たまにリコイル効かないときやる。そう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 。設定の基本操作のスコープ視点調整、うん、今有効になってるじゃないですか、うん、これちょっと一回設定取って。無効？あ、いや有効でいいんで、打つときに、うん、まあ、ADS するじゃないですか。はいはいはい。ADS のボタンあるじゃないですか、うん、ADS のボタンって人差し指どうしてます？中指。中指、うん、中指動かしてもらっていいですか？ ADS 押しながら。これ今照準動くでしょ。動く動く、なんでこれ？そう、これがスコープ視点調整なんですよ。あ、え、うざこれ。初めて知った。え、動くわ、ほんまや。そう、これに取られてるんです、あのリコイルの。あ、だからブレんねや。それが反応しちゃうとリコイルの親指って効かないんですよ。あ、いつもさ打ってさ、なんでこれ効けへんねんって言ってんねん、タッチバグかって言ってんねんけど、これ本当によくあるあるなんで。あと同じ感じでリーン視点調整っていうのもあるんですよ。それも有効にしてたらリーンのボタンで、あ、こうなるってことね。視点、そう、視点取られちゃって。これじゃあ設定で。え、みんな知ってたんこれ？結構あるあるなんで。あ、そうなん？そう。本当知らない人は本当知らないです。知らん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 。こんなん知らんかった俺。スコープ視点調整、これはもう絶対無効です。あ、これ無効なんや。だからかいつもさ、なんでこれブレんねん、俺完璧なリコイルしてんのに。
って言ってて、そう、なんかリコイルできてない時あるじゃないですか。できもういつもできひんねん。そう、リコイル圏をこの ADS のボタンがリーンのボタンに取られてるんで、で、あと下の方、リーンの接点のところ、すげえ、うん、リーン視点調整入ってますね。入ってる入ってる。あ、これも無効です。なるほど。だからさ、今のもズレってなんかわけわからんとこ言ってたんや、飛んで。そうですね、リコイルができてる。だから今は多分リコイルのリコイルっていうか、あの ADS のボタンでリコイルっていうか画面動かないでしょ。あ、動かへん動かへん、基本です。あ、そうなんや。これが有効になっちゃうとさっきみたいにリコイルできないときは、そう、いつもリコイルできひんくて、いや、なんか嫌やなって端末のせいにしてた。設定のせいやったんや。これでやっとスタートライン立ち。え、じゃあ、もう入ってないの？門の外やったってこと？そうですね。いつか忘れたけど、確実に2年ぐらいは経ってるかも。じゃあ2年以上俺はこのなんかリコイルできんなと思いながら気合で当ててたってこと？そういうことになりますね。なるほど。これで完璧にリコイルできると思うんで。あ、でも横ブレはあるけど、ほんまや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 。10発ぐらい打ち切りでいいです。10発、うん、10発まとめる。おお、まとまったら大、あの大抵は。お、ほんまやほんまや、当たる当たる。いや、ほら、なんかすごい当たる当たる当たる。めっちゃまとまってません？まとまってるまとまってる。もうちょいね、あと 2% ぐらい下げてもいいかも。ほんまや、止まってる。でもすごいわ。うおお、めっちゃまとまってる。まとまってる。めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じ。めちゃめちゃいい。ほんまやほんまや。すげえ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 。ブレは全然ない。最初。うん。ほんまや。すあ、めっちゃいいめっちゃいい。すっごい。あ、ちなみに ADS とかリーンってタップですか？リーンは使わへんの。ADS は。ADS って長押し？いや、タップ。タップしたまま打つね、俺いつも力入って。そう、押したままか。そう、押したまま打ってたから、スコープ設定が多分もろ効いてたんやと思う。え、けどそれができるなら ADS 長押しでいいと思いますよ。なんで？タップってだって1回押したらで指離してもあの ADS のままじゃないですか。うん、それだったら絶対長押しの方がいいと思うんですよ。長押しならあの指離したら ADS 外れるんで。ほんまやな、長押しか。スコープモード、お、ほんまや、すぐ戻る。けどね、多分慣れるまでは多分ちょっと時間かかる。今までタップのやつでやってたからなんか変な感じやわ。あー、はいはいはい。それはもうお好みでいいと思う。タップの方がいいならもう全然タップでいい。ちょっと変えといていい、今回だけ。後でちょっと練習してみる。いいですよ。サンスコ次で頭狙う。はい。どこ行くどこ行く。どっか行くどっか行くで。どっか行く。めちゃめちゃすごい動く。 35% なら 12% 行きましょう。 12%? さすがにそれはちょっとあれじゃないですか。 12% 行きましょう。おうおう、ええおうおうおうほ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 う、全然違うのさっきと。ほら、全然横ぶれなくなった。ほんまや。ちょっと、ちょっと下げて。もうちょっと下に下ろせばいい。もうちょっとね、そう、指結構ガッと下ろす。なるほど。この辺はなる、ほら、全然。ほんまや、めっちゃ当たるやん。やばい。ほんまや。全然違う。目に見えてわかる、このプレイ。どっか行かんくなった。でも結構親指グーってやってる。そうなんですよ、親指。それでいいんですよ、もうほんと10発ぐらいの打ち切りでいいんで。 10% いってみてもらっていいですか？え、上げるんじゃなくて。いや9%いこう。 9? これ33よ最初。 9?指死ぬ。そう。
発なんで、まあ、ちょうど一度なんだろう、指の鳥越の指が射撃ボタン押すのと気持ちちょっと早くリコイルの指下ろすタイミングっていうのが、あ、こういう感じか。射撃ボタン、なるほど、ちょっと気持ち早く、そうそう、なるほどなるほど、気持ちですけどね、本当に気持ちやな。そう、その多分意識がめちゃくちゃ大事。ああ、なるほど、はいはい、分かった、感覚つかんだ、こういうことね。言いたいこと分かった分かった、こういうことや。あ、そうそう、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。え、俺じゃあ自分でハイ戦士やと思ったけど、俺ロー戦士やったってこと？多分普通ぐらい。ちょっと待って、普通ぐらい、普通って特別感出しといた方がいいです。ハイでもローでもないかも。普通ってのはなんか一番傷つく。男の子はみんなさ、何か俺には特殊能力があると思いたいから、普通っていうのは本当に良くない。いやでもこれ指大変やな。いや、そうなんですよ、指の使い方ってめっちゃ大事だけど、めちゃめちゃブレなくなる。うん、あとはもう、慣れるだけなの。見つけて、まあ、例えばこれ止まってるけど、こう見つけて打ち出し10発で一回止めて打つ感じでいいんかな。あ、そうそう、で ADS 外してちょっと動いてもう一回打つとか。今はもう止まってる的に当ててるだけなんですけど、うん、こんだけ当ててればもうあと動いてる慣れて当たるようになるんです。なるほど。うわぁ、すげえ。すげえ、マークすごい。4行こう、じゃあ次。4行きましょう。行きます。どこ行くねん。ちょっと待ってな。そうよ、迷子になってる。まあ真剣にやってるこれ。な、俺より負けてるやつを俺よりこれあかんってこと言うから、お前らも感度調整しろよ。今何パーでしたっけ。33%ですね。もう一気にいっちゃっていいですか。いいっすよ。7はあかん。奥さん、7はダメですって。いくらなんだよ、7は。え、7？ マジで言って、え？ほほや、ないきますよ。さっきと一緒、打ち出す前に、あ、でもまだ、俺の指が下に折り切れてない。そうです。これ何回か死んだら、結構指しんどいぞこれ。え、そう、結構僕ガッて8いってみます。ちょっと1個上げてみましょうか。8、え、 1% でそんな違うの。変わりますよ、感覚的に。あとはちょっと指の使い方をちょっとさっきの3スコの意識で。あ、でもさっきより上に上がってるんで、本当に、そう、私本当に射撃ボタンを押すより本当に気持ち早く動かす、気持ち早く下に下げ始める。まだ上上がるけど、さっきよりは頭に行くな。いやー、これしんどいな。けどまあどっか行くことはなくなりましたね、うん。で、気持ち的にまあ初段首ぐらい、気持ち、まあ、ここら辺ってことか、上じゃん、そう、頭初段を首ぐらいにして、そんだけ遠く。なるほど、初段首からスタートぐらいで、まあ胴体でも全然いいんですけど、そんな頭にしか見ない。まあじゃあ首に行ったら上に上がる瞬間に頭に行ってくれるってこと。そうです。てかなんか分かんのが、この遠距離が全然違う、このここに。でもやっぱ思いっきり親指下げても上行くな。最初の本当に 1,2 発なんですよ、タイミングなんですよ、本当に射撃ボタンとリコイルの指下げるタイミングってが本当に綺麗にピタッて合わないと。あー、でもなんとなく感覚は分かった。分かる。なるほどな。これをうん、ずっとしてたら本当に慣れてくるんで。当たる当たるわ。これ当たるでしょ。
当たる当たる。これでまたリスナーボコれるわ。本当にこのゲーム完璧なゲームは弾当たると思ってるんで、低い方が当たるというか弾がまとまる。ああ、ね、横にぶれて当たらんよりまとめて当てた方がいいもんな。親指ちょっとしんどいけど。そうなんですよ。あとやっぱあの10発ぐらいで打ち切らないとやっぱり、ね、20発も30発持ってたら絶対ぶれてくるんで。じゃあ俺これで完成と。とりあえずはいいと思います。あとはもう慣れですね。皆さん結果的に俺は普通の人やったみたいです。これで俺は強く、ちょっと強くなったと。いやー めちゃめちゃいいリコイル。あ、めっちゃいい。レッドドットも全然違うわ。この当て感がね、もう気持ちいいんですよ、これ。ってことで、皆さん、音符が生まれ変わりました。こっから、本当にどうなるか、楽しみだ。ほんまやな。ちょっと練習しとくわ、また。配信覗きに来るんで、頑張ってください。はい、今日ありがとうございました。参加、マジで助かった。いい、楽しかったです。はい、お疲れ様です。お疲れ様でーす。あーすごい、ニスコも全然違う。今一瞬行った感じ、打ちやすかった。いやすごい、マジですごい、このレッドの、え、マジですごいわ。ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。すごい、ブレない。みんなほんまに感度変えた方がいいで。やってない人いないと思うけど、あ、こういうことができるんや、感度を変えるというのは。